4月、待ちに待った寮生活。ママ、パパ、私はもう一人ぼっちじゃないよ。はじめまして、こんにちは。私今日から相部屋になるクラゲウイです。ふつつか者ですが。なんだ、まだ来てないんだ。ねえ、どうだった？ペアの人。うち結構イケメンだったよ。うちもドタイプの人だった。やばい、ドキドキする。緊張する。そう、この高校の寮は分け合って男女二人部屋なのです。私の相手どんな人だろう。もう一回おさらいしとこ。まず挨拶して菓子折り渡して。もうすぐ入学式が始まります。生徒の皆さんは体育館に移動してください。お、挨拶は入学式の後か。あ、お隣さん、はじめまして、207号室のクラゲウイと申します。くつつか者ですが、よろしくお願いします。あ、え、なんか真面目すぎて怖。真面目すぎて怖。そういうやつもこの高校来たりすんだね。まあ、言われ慣れてますけど。褒め言葉じゃない、真面目は。ねえねえ、そんなに深くお辞儀してっからパンツ見えていいよ。あ、嘘。まあ嘘だけど、ほんと真面目だね。はあ、何この人。入学早々ろくな人に会ってない。大丈夫かな、やっていけるかな、この特殊な学校で。入学おめでとう諸君。運命のパートナーとの出会いは果たしたかな。私たちがこの学園の創立者であり学園長、七海夫婦だ。やべえ、本物だ。ねえ見た、マスコミ来てたよ。知っての通り、私たちは PC、スマホ、アプリなど世界一のシェア数を誇る大 IT 企業セブンオーシャンの社長でもある。そんな私たちがこの学園を創立した目的は一つ、この中の一組に世界一の結婚をしてもらうためだ。そしてもうじき引退する私たちの後を継いで社長になってもらう。やべえ、やっぱマジなんだ。いきなり億万長者じゃん。選ばれて。私は会社は割とどうでもいいんだけど、この学校のあだ名、一攫千金コンコ。これは今世界中で注目されている我が社が開発したマッチングシステム、デスティニーの実験も兼ねている。生徒は君たち1期生のみ、男女240名。デスティニーによって組まれた120組の中から3年間かけ1組ゴールデンカップルを選ばせてもらう。選ぶのは我が社の社員たち。決められたペアのチェンジやリタイアももちろん可能だが、私たちはより多く真実のカップルがデスティニーによって生まれることを願っているよ。学生の頃運命の恋をし結婚した私たちのようにね。キャッ。選ばれた2人は卒業と同時に入籍、そしてこの社長の座についてもらう。さあ若者たちよ、大いに青春してくれ。わー、返事はウェイだ。そうか、やっぱり選ばれるのは一組だけなんだよね。ゴールデンカップルなれるかな。私が結婚、恋もしたことないのに。でも一人ぼっちはもう嫌だから、頑張ろう。ママとパパみたいにラブラブになれるように。もういるかな。真面目っぽい挨拶は控えてみようかな。とただいま。あ、島パンの人、あんたがパートナーか。鴻上コンっています、よろしく。この人、嘘でしょ。っていうか人の持ってきた菓子折り勝手に食べてるし、私のお気に入りのクラゲクッションでくつろいでるし、なんで上着てないし、なんで今日のパンツの柄。やっぱりさっき見えてたんじゃん。
どうしたん？大丈夫？言いたいことは山ほどあるけど、歩みより大事。あの一つだけ。さっき、ただいまって言ったら、お帰りって言ってほしかったです。なんで？なんでって、そういうものだから。オッケーオッケー。じゃあ俺、寮ぐるっと探検してくるわ。もっと話とか。あの、そうだ、夕飯。あ？今日私作ろうと思うんですけど、何か好きなものありますか？いいよ、作んないで。めんどくさいっしょ。じゃ。大丈夫かな、あの人で。DNA とか脳波とかホルモンとか、事前にやったすごい数の心理テストのデータをもとに相性のいい2人を割り出してるらしいけど、私本当に相性いいかな、あの人と結婚できるかな、あの人と。やっぱりこの学校詐欺なんじゃ。いや、まだわかんないよね。ちゃんと知り合ってみたら意外といい人かもしれないし。そうだよ、料理も一応二人分作っとこう。あったら食べるかもしれないし。うん、ここまで来たら信じるしかない。デスティニーとかいうシステムを。遅いな、寮を一回りしてくるだけじゃなかったのかな。やだな、この待ってる時間。探しに行ってみよう。お、マジで？ウケる。そんでそれを聞いた先生が、絶対持ってるだろそれ。まあ9割くらい。それもう作り話だわ。食堂で食べてる。なんか友達たくさんできてるし、楽しそうだし。適当すぎ。なんで私一人で食べてるんだろう。勇気を出してこの学校に来たのに。これじゃ何も変わらないよ。腹いっぱい。え、何？何なの？怖い。あなたはどうしてこの学校に来たんですか？俺？そりゃ来るっしょ。宝くじよりもずっと高い確率で世界一の資産が手に入るんだし。俺のモットーは、金とスペックは裏切らないだから。溢れ出るクズ感。あ？他の奴らも資産目当てだと思うけど。じゃなきゃ知らない女といきなり。私はパートナーの人と、もっと、もっと、なんていうか、こう、本当に結婚するつもりで、ママとパパみたいに。ん？仲良し夫婦って感じに。ああ、なるほど、こういうことか。はっ、やっ、何？何の音？入居説明会の時に言ってあったと思うけど、各部屋のサーモグラフィーを AI が監視してるので、行き過ぎたスキンシップをすると警報が鳴ります。ペアとしての減点事項にも入ってるから気をつけてね。はい。いやー、まずったね。初日から信じらんない、あのペア。やらしい。最悪。思春期の男女同居させるとか何考えてんだって思ってたけど、そういう仕組みがあったとはね。私は家族が欲しかっただけなんです。中1の時にママとパパが事故で死んじゃったから。あ、それだけなのに、こんなこと。ああ、なるほどね。ママとパパの代わりを探しに来たんだ。あんた悪いけど、あんたの親にはなれないよ俺。そんなこと。図星だけど、あんな言い方しなくたって、やっぱり無理だったんだ。そんな簡単に手に入るわけない。もう一度、賑やかな晩ご飯。家に帰ると聞こえてくる、おかえり。包んでくれる温かい腕。
大好きよ、ウイ。世界一？世界で一番ウイが好き？一番はパパかな。パパは？パパもママかな。やだ、ウイにして。ウイもいつか巡り合うんだよ。ママとパパよりも大事に思う世界一好きな人。これからどうしよう。部屋に戻りたくないな。あの人、隣の部屋の、あの、どうしたんですか？ほんと最悪だよ。俺の相手補欠合格だったんだって。ギリギリかよ。ここ偏差値かなり高いし、受かっただけでも十分じゃね。いやいや、これからペアで成績ついてくのに超お荷物。あの人ペアのなんか魔女っぽいし、ハズレ引かされたわ。ちょ、いいの。揉め事起こしたら減点になっちゃう。他のやつらも資産目当てだと思うけど。うちの家あんまりお金がないから絶対選ばれてこいって両親に言われてるの。ただでさえ成績悪いのに減点なんてされたら取り返せない。そうだよね、みんな事情があるよね。私だって同じだ。目的がお金か家族かってだけで大事なこと置き去りにしてる。そういう学校なんだ。でもやっぱりああいうのは間違ってる。彼女に謝ってください。あ、お前クソ真面目な。ひどい言葉で傷つけたこと謝罪すべきです。それに相手を思いやれないならお荷物はあなたの方だと思います。は？だって社長には一人でもなれるけど、一人じゃ絶対にカップルにはなれないから。この学校の方針はあくまでカップルの育成なので、相手を思いやれないあなたはこの学校には向いていないと。うるせえな。何？喧嘩？何なんだよお前、関係ねえだろ。ふっ、私間違ってた。寂しくて毎日が暗闇で、早く抜け出したくて簡単に手に入れようとした。誰でもいいわけないのに。ちょっと手出さないでもらえます？俺の未来のお嫁さんに。な、なん？え？そりゃ俺親にはなれないっつったけど、旦那にはなる気あるよ俺。模範的なカップルなのかしら。部屋で問題を起こした時はどうしようかと思ったけど。一人ではカップルになれない、いい言葉じゃないか。さあみんな、大事なことが何かもう分かったね。改めて宣言するよ。3年後選ばれるのは最も優れたカップル。ここでどんな生活を送るかは君たち次第だ。応援してるよミラクルカップル。カップル。まさか社長に見られるなんて。誰かが呼んでくれたのよ、中庭でトラブルが起きてるって。もうパートナーにひどいこと言っちゃダメよ。そうなんだ。誰が何のために。ふん、これだけ社長にもてはやされれば減点分はチャラだな。え？あ？もしかして社長をここに呼んだのって。さあ、何のこと？だって今部屋戻ろっか。もしかして喧嘩の仲裁に入ったのってただの点数稼ぎだったんですか？さあ。じゃああれも。ん？旦那にはなる気あるよ。つかめない、読めない、ふざけた人。お名前何でしたっけ？俺？コンだよ、甲神コン。あんたは？クラゲウイです。んー、じゃおかえりウイ。おかえりウイ。ママ、パパ、世界一好きな人と世界一の結婚、本当にここでできるかな。ただいま。最後まで動画を見てくれてありがとう。グッドボタンや